タチャハオ、こんにちは、シャンメです。本日はファイナルファンタジー14、漆黒のヴィランズ編第100回、撮っていきたいと思います。記念すべき100回ですが、メインの方を進めていきましょう。ヤシトラさん。レベル76クエスト、彼方へと祈って。スリザーバーのヤシトラは冒険者に告げたいことがあるようだ。さてと、流れで先に口走ってしまったけれど、私もクリスタリウムに戻って正式にあなたたちと合流させてもらうわ。出立の準備ができ次第ここを立とうと思うけど、シャム、その前に少しいいかしら。一人で私の部屋まで来てちょうだい。この体の中に溜まっている光のお話でしょうね。みんなにはもう話大体聞いたと思うので、ヤシトラさんの部屋へ。一人で来てくれたんだね。出立の前に今のあなたの体について話をしておきたかったの。実はね、こちらで再会してからずっと私にはあなたのエーテルが異様な状態に見えているの。まるで罪悔いのように光で溢れているわ。おそらく大罪悔いを倒した時に放出された光は光の加護で相殺されてなどいない。加護を持つあなたの中に溜め込まれているだけなの。このことは少なくともウリエンジェも気づいている。解決策を考えているようだったし、私もそれ自体は信じていいと思うわ。だけど大罪悔い討伐を続けることには危険が伴う。それだけは覚えておいて、何か異変を感じたらすぐに相談するのよ。話したかったことはそれだけ。それじゃあすぐに支度を整えるから、スリザーバーの前で待っていてちょうだい。ヤシトラさん、それにしてもこの本の山はどうしようかしらね。昔床に本を散らかしておくなんて信じられないと幼心で的親に言ったものだけれど、いやね、大人になるってあ、こうやってちょっとこう昔話してくれるのいいね。これ今話しかけんかったら聞けない話だもんな。そっか、奥ってこれなんもないのか。扉はあるけど気になるじゃあスリザーバーの前でね、前で待っていって言われたので、でもまあ別にみんな永遠の別れじゃないしな。また会おうな。こんなこと言っとってさ、次に来た時に滅ぼされとったらちょっと泣けるんだけどやだな、フラグを立ててはいかん。そんな、じゃあ指定地点、はい、待機。おっと、お前の方が早かったか。俺たちはスリザーバーを一回りして被害のほどを確認してきた。夜の民の皆さん、解毒薬のおかげもあってどうにか無事だったみたいで、それ以上に夜の闇が戻ったってみんな本当に本当に嬉しそうでした。よかったよかった。待たせたわね。こちらも出立の準備は万全よ。本当によろしいので。最初は彼らの習慣に倣ってなんとなしにつけた名前だったけれど、私もちゃんと誰かにとっての的親になれていたかしらね。ありがとう、もう十分よ。さあクリスタリウムに向けて出発しましょう。
じゃあクリスタリウムに向かいますか。普通にクリスタリウム内に行けばいいかな。中のあれ、ここなんだっけ。あ、あっちの方か。メイン入れて、いやこれだな、星見の間の前だ。了解。じゃあですね、ちゃんとねここを指定してあるんでね、0円で行きますよ。じゃあ星見の間にの前に、民工芸家もちょっと停滞してるな。ウリエンズさん、水晶光がクリスタリウムを開けているので少々案じておりましたが、この町はいつも通り営まれていたようですね。ミフィリオさん、そういえばエメトセルクさんは一緒に帰ってこなくてよかったんでしょうか。サンクレさん、さて他の連中の状況はどうなっているかだな。ヤシュアさん、さて戻ってきたのはいいけれどどうしたものかしら。確か水晶光とアルフィノ、それにアリゼもそれぞれの調査地に立っているのでしょう。おや、もしかして君たちも今戻ったのかい。この喋り方はアルフィノ君だよ。よし。あら、噂をすれば久しぶりね、アルフィノ、それに水晶光も。ああ久しぶり、元気そうで何よりだ。しかし君がここにいるということはもしや。そうか、ラケテカ大神人の大罪悔いが。それは実に朗報だ。シャンメイも皆も本当によくやってくれた。ユールモア軍が各地に向かったと聞いたので、私もアルフィノもあなた方を案じていたのだ。ユールモアといえばそちらの状況は。バウスリーには会えたのか。ああ、念のため幻影を用いたのが功を奏したよ。実は彼には。水晶子、あなたはまず休んだ方がいい。かなりの時間塔から離れていたんだ。ずっと辛そうにしていたじゃないか。君たちも見たところ今しがた帰還したばかりだろ。お互いの詳細な報告は少し休んだ後にしないか。賛成よ。私も特にあなたには休んでほしいと思っていたしね。ならここで一旦休憩だ。後でまた集合するとしよう。そうだよね。私は結構だいぶ日を明けてプレイしてるけど、ゲーム内的にはさ、ゲーム内的にはみんな結構連続してるんだよね、話の流れとして。こっちのクエストなんだろう、詳細が見れないな。まあいいや、とりあえずちょっとメイン進めてからあっちのクエスト見ようか。あー待って、飛んだ方が早かったかもしれない。エーテライトで、居住区の目の前だったね。休めって言ったでしょ、居住区で。なんかは休めってことだね。アルバートさんとまたお話しするかな。いや、お帰りなさいジェリーフィッシュさん。またどちらかに遠出なさっていたのですか。
お部屋の方は変わりなく。このままお戻りになってお休みになられますか。はい、承知いたしました。たまにはゆっくりと寝坊でもして旅の疲れを癒されるとよろしいでしょう。あ、ここでくれるんだね。まあお金ですね。コンプリート。はい、お前の体に光が封じられてるか。見たところ普通そうだが。何という？1、みんなを信じてる。2、溢れたらどうしよう。3、とりあえず寝るしかない。どうしようもない気がするんだけど、今んとこ。まあでもみんなで力を合わせよう。よくわからんけど。まあそうだな。ここで罪食い討伐を投げ出しても危機は去らないわけだしな。ところでエメトセルクの言っていたこと、ハイデリンが作り出された存在だって話が、もし本当なら、俺たち光の加護を受けし者はハイデリンのテンパードみたいなものなのか。あ、いや、お前も知らないなら今はいい。奴の話そのものがお前たちを揺さぶるための虚言だった可能性もある。正しいかどうかなんて簡単にひっくり返る。楽しかった思い出も削り取りたくなるくらい憎くなる日が来るかもしれない。だからこんな俺はもう誰かを肯定も否定もすべきじゃないと思っていたが、スリザーバウの奴らが夜を見て感激していたこと、よかったなって俺も思ったよ。冒険は楽しかったが、それと同じくらい戦った後に送られる誰かの思いが好きだった。それを思い出した。少しだけな。一方、現象世界、帝都ガレマルド。こんな感じなんだ。トゲトゲしてる、屋根が。どうだった？定時連絡は。シチニアさんと。今のところ戦況に大きな変化はない。何度か小規模な衝突を繰り返しているが、同盟軍も帝国軍も攻めあぐねているようだ。このガイウスさん渋くていいよね。膠着状態か。兵力だけ見れば同盟軍はよく耐えている方だな。まあ、あの粒子戦争を乗り越えた国も加わってるんだ。そうでなければ困るさ。だが戦の長期化は双方の望むところではなかろう。この停滞は嵐の前の静けさともなりうる。帝国が一気に肩をつけようとしたならば。黒バラの投入もある。やはり調査を急ぐべきだろう。侵入の手回しは。無論進めている。
加えて気がかりな情報をつかんだ。国境地帯ギムリとの戦場から帝国百人隊長が一人姿を消したのだ。敵前逃亡かどこかで死体になっているか、どちらにせよ珍しい話ではないだろう。確かに姿を消したままであればな。だが最近になってそやつがこの帝都で目撃されたとなれば話は別だ。敵前逃亡ならば帝都に戻るような真似はすまい。死んでいたならば死体が戻ったということになろう。おお、つい最近聞いた話じゃないか。現在ゼノスを語っていると思われるアシエン・エリディブス、同様にいずれかのアシエンが百人隊長の体を得たか、あるいはまだ我らの知らぬ駒が盤上に置かれているのやもしれん。この件についても引き続き追わせている。我らも行くとしよう。なるほど、随分とつまらぬ戦になりかけているな。声が完全にゼノスさんじゃんか。父上も、いや、この体では赤の他人か。情の一つも湧かぬのはそれゆえとしておこう。そうだ、俺を俺となせるのは今やあの男のみ。我が高き獲物、我が友よ。いずこかで爪は研げたであろうな。貴様が道を開かんとするなら俺もまた宿命をひざまずかせようぞ。掛け布団欲しいね。彼方へと祈って、アチーブメントアンドロックド。というわけで、キリはいいかな、キリがいい気がするので、今回はここまでにしておこうかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。あ、この後ね、ちょっとね、ラケテカ大森林のあの採掘だとかを少しだけ入れておこうかなと思います。では失礼します。さて、未知の採掘場を発見しましたので掘っていこう。掘れるかな。確率上げないと厳しいな。あ、ダメか。76でも失敗することあるな。はっ、半々ぐらい。
らいか、70何パーで今んとこはね。なるほど。ちょっと次の採掘場へ、こちら発見いたしました。75岩場、ここもちょっと厳しいかもしれない。60% だもんね。あげます。何パーだったらまあ取れるか。60%は相当きつい。知らないアイテムばかり。はもうまあ75だったらね、4回に1杯は失敗する計算じゃ。じゃあ次の地点へ。さて、未知の採掘場です。あ、収集用のやつだ。とはいえ 64% だった。これどうやったかな。大胆強化、あと何回、4回残ってる。あ、待って、大胆強化って俺だった。あと2回、こうやって一発で集中できるっけ。もうちょいいける。もう回収しないと。これが未知の採掘場ね。